と呼んでます。はい、そのめでたい傘、傘自体が末広がるでめでたいですね。そしてこれからいろいろ回します、回すものにも一つ一つ素晴らしい工場がついてます。まずは白い丸を回して家庭が丸く収まるという丸の回しだけいってみよう。はい、ゴー、セーフ。はい、ご覧の通りうまく傘の上で回り出しました。ちょっと明かりの都合で見にくいところがあると思います。もう終わったの？はい、下ろしてください。じゃあよいしょ。さあ傘を下ろしてどうするかというと、今回しましたマリをお客様に放ってもらいましょうね。今日はヘブンアジ